いやー、乱世だね。乱世ですか？乱世ですよ。乱世ですか？すごいなんかのどかな感じがしますけど。こんなに木が生い茂っちゃってさ。生い茂るっていう表現やめてもらっていいですか？すごいじゃないですか。いやー、いいですね。うん、綺麗な感じで癒されますよ。はい。うん、いや今日はですね、はい、なんと、うん、来てるんですよ。お城に。今日お城に来てるんですか？今日は、はい。小田城でございます。小田城、はい、小田城ですよ。出た、小田城、うん、名前はもちろん知ってますよ。はい、ちなみにどういうお城ですか、小田城？あの織田信長の織田とは違う。そっちの織田じゃないんだ。そう、小さいに田んぼを立って書いた織田。はあ、はあはあ、はい、そっちの織田さん。はい、織田氏治っていうね、はい、戦国大名がいますけども、織田氏治ね。はい、その氏治の、うん、お城でございますね。へえ、はい。まあ、織田氏治はね、やっぱ歴史あんま知らない人とか、うん、ゲームしかやってない人でも多分有名なね、うん、そうだね。まあまあちょっとね、うん、その教科書とかに出てくるような人ではないから、はい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 、全くその全然知らないって方からしたら分かんないと思うんですが、そうかそうか、まあその戦国最弱って言われちゃうこともある。戦国最弱ってすごい、ね、逆にすごいよね。そのあだ名つくの。そう、あの負けすぎてるんですよ。負けすぎてる。何回も負けて何回も負けて、うん、でもその度城を取り戻してきたっていう人なんで、はー、不死鳥ともねよく言えば言われてますよ。すごい、それ最弱なのかなって気もするよね、うん、まあね、でもなんかそういった方が面白いじゃん。エンタメ的にね。エンタメ的に、エンタメ的にそういうことか。織田信長が最強なら、うん、織田氏治は最弱なんですよ。同じ織田でもこんなに違うと。なるほど、はい、くしくも一番目と下が織田なんだね。でしかもですね、はい、あのうちのチャンネルの視聴者の方は、うん、あの大河ドラマ、うんね、好きな方も多いと思います、はいはいはい、大河ドラマの登場人物にもですね、うん、なんとゆかりがあるんですよ。あ、そうなんだ、うん、今やってる光る君へ、はいはいはい、そこに出てくるあの人物の、はい、子孫だと言われてるんですね、織田氏治は。あの人物、はい、あの人物です。誰ですか、あの人物って？藤原の道長のお兄ちゃん、はいはい、藤原の道兼でございます、はい、あの道兼、はい、めちゃくちゃ一番インパクト残していると言っても過言ではない。過言ではない。道兼さん。あの道兼さんの、うん、子孫が、まあ、うん、宇都宮市っていうのにね、はいはい、なって、うん、この関東の方に土着して、うん、でその織田氏になったとも言われてる。まあ正確なねところはわからないんですけど。へえ、あ、そうなんだ。で他にはですね、はい、あの鎌倉殿の13人の、うん、あの方。鎌倉殿の13人にも関係ありますか？関係あるんですよ。ちなみにどなたですか？俺は俺だ。俺だ。誰だよ。誰ですか。俺は俺だ。ああ、俺は俺だって誰ですか。八田智家だ。八田智家。八田智家関係してるんですか。八田智家も宇都宮市の一族で、うん、八田智家の子孫が織田氏治って言われてるんで、うん。あ、そうなんだ。そうなんですよ。すごいすごい。そうだから大河ドラマがね好きな方にはもうぜひ来ていただきたい、うん、お城でございます。すごいですね。はい。八田智家もいたかもしれないんで、ね。そうですよ。おお。まあ八田智家いなかったかもしれないけど。そうか。ちょっといたかわかんないけど。はい、そう、それはもう八田さんに聞いてください。はい。聞けないよもう。はい。じゃあというわけで、うん、早速ね行ってみましょう。はい。おー、広いっすね。うわー、広いね。いやー、これが本丸ですか。すごい、ここが本丸なんだ。うん。おー、やっぱりこうね、うん、山城とか結構いろいろね行ってるじゃないですか、うん、はいはいはい、山城の本丸といえば、うん、もうすごいねこうこじんまりしてるイメージあるけど。そうだね、やっぱ平城だから、うん、うん、これ広いですよ本丸が。うん、山城と違うとこなんだね。そうだね。やっぱ山城って結局ね、うん、その、まあ防衛のための城っていう、うん、要塞っていうさ、はいはい、役割が強いと思うんだけど、うん。うん、でも、まあ、平城ってなると、うん、その政庁としてのね、はいはい、意味合いもあるんで。ああ、うん、なるほど。その市役所とか区役所みたいなお仕事の意味があるってことね。まあね、市役所とか区役所って言うと、うん、なんかちょっとしょぼく聞こえちゃうけど、まあそういうことですよ。役割としてはあったんですね。そう、そういうこと。で、今はね、もう建物がなくなっちゃってるから、うん、はいはいはい、より広く感じるのかな。そうっすね。ほら、この敷地にあったのか。そうそう、この今、なんか四角いこの、なんか跡あるでしょ。はいはいはい、はい。オレンジとか白の、うん。多分これが何かここに、その建物があったよっていう。多分遺構の跡なんだと思いますよ。なるほどなるほど、ここに建物が建ってたんだ。そう、だから多分蔵があったりとか、はいはい、まあそれこそね清張になるような、うん、なんか館みたいなものが。ああ、うん、なるほど。だからやっぱ山城に比べるとね、どうしてもちょっとやっぱり、
こうね、防御力がね、うんうん、低く感じちゃいますよね。そうですよね。なんかもうどこからでも入れてこれそうな、うん、まあ一応ね、その堀がしっかりあるわけなんだけど、うん、さっき入ってきたのは小口なんだけどね、うんうんうん、でもやっぱ山とかに比べたら、うん、まずここに来るまでそんな疲れないからさ。ああそうだね、うん、この周りもね全然そうそうそう平べったいからね、うんうん、だから南北朝時代とかは、うん、結構あの山の上、はいはい、あっちの方にこう陣張ったっていうね話もあるみたいですよ。へー、そうなんだ、うん、じゃあこれ織田藤春が一概に弱かったとは言えないんじゃないですか、この。まあどうなんだろうね。まあその城のね作りから、うん、まあそのね武将のね、うん、才覚かもしれないじゃないですか。ああそっか。だってね真田昌幸とかは別にあれ山城じゃないからね、上田城って。あそうだね。うん、そうだ、しかも作るところから念入りにやってましたもん、ね。うん。悪く言うな宇治春を。真田昌幸と比べたらかわいそうだろ。俺今どっちかっつうと宇治原にフォローしに行ったのに。かわいそうじゃないか。まあかわいそうね、うん、ちょっとじゃあいろいろ見ていきますか。はいはいはい、はい、わ見えてきました、これ。おおー、これが池ですか、言ってたんですけど、うん、おしゃれな池が。おしゃれだね、うん、これ勝負ですかね、咲いてんのは。勝負が咲くんだ。 まだ花がちょっと出てないけど、うんうんうん、綺麗ですよ。なるほど。ちょっとね今日は俺カメラを持ってきてるんで、私。カメラですか？うん、これ撮影中に撮影するんですか？そうよ。どういうことですかこれ。いやそれはやっぱりこう、うん、こうねチャンネル見てる人たちに、うん、実際にやっぱ現場行ってもらいたいわけよ。はいはいはい。で、うん、現場行くだけでもいいんだけど、うん、そこでいろんなこう記録を撮る楽しさみたいなのを伝えたいと思って。はい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 、うん、ちょっといいですか撮って。もちろん。武士道も直接来て、そうそう、楽しむだけじゃなく撮影もしてね。そうそう、撮影もね。はい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 、うん、いいじゃないですか。やっぱ池っていいよね、うん、私池好きだから、うんうんうん、自分家に庭作ったら絶対池欲しいからさ。はい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 、もともとはこれ埋め立てられちゃってたみたいよ、説明書きがあるけど。あ、埋め立てられてた、うん、あの織田宇治春の時にはちゃんと池であったんだけど、うん、はいはいはい、結局ここ佐竹氏が入っちゃうんだよね、はいはいはい、最終的に、うん、で佐竹氏が入った時に埋め立てられたんじゃないかって書いてますね。へ、佐竹からしたら、うん、いらねえよ池なんてと思ったんじゃない。宇治春と価値観が違ったんだ。価値観が違ったかも。へ、うん、あの佐竹氏っていうのは源氏だから、うん、そっか、武士よ。もう貴族のその趣みたいのはない、うん、まあないのかもしれないね、もしかしたらね、うん、ゴリゴリの武士なんで。この役立たないのはいらんと。役立つだろう、癒されるんだよこれで。で士気が上がるわけ。ああそういうことね、うん、佐竹的にはもう埋めちゃえと。そうやったわけ、佐竹的には。さて石垣の遺構がハの字に、ね、なってますけど、はいはいはい、多分ここに門があったのかな、多分ここに。やっぱでもお城来た時といえば石垣醍醐味っすよね。うん、めちゃくちゃ見たいから、ね、うん、ちょっと撮っていいですか。かっこいいですね、うん、撮りますか。石垣を撮りたいって人も多いから。ああ、そっか、石垣マニアの方とかいるからね。そうそうそう、うん、ちょっと撮らせて撮りましょう。あ、いいですね、いいですね。あ、ここの感じとかもいいですね、これ。野面積みですね。野面積み、うん、あ、こう積み方があるんですか。いろいろあるけど、多分戦国時代にある、うん、積み方。はいはいはい。なんか江戸時代のさ、うん、あの天下武神とかで作られた城とかってさ、石垣なんかピシーってなってるのよ。うん、綺麗に積まれてる。江戸城とかね、うん、名古屋城とか。でも戦国期はさ、うん、あのこうやっていろんなね形違う石をこううまいことこう乗せてさ、はいはいはい、間を埋めてさ、うんうんうん、もう積んでいくんですよ。そっちの方がなんか難しそうですね、石の形が。うん。まちまちだから。まあでもそうね、石を成形しなくていいから、うんうんうん、そういった意味では楽かもしれないよね。だって石切るんだから。石垣作るのに。そうだよね、うん、この戦国の時はまだそういう石切るっていう技術もそこまでないもんね、多分発達してないもん。まあどんどんその中で発達していったってことだろうね。あ、やっぱほんと戦国時代ってすごかったらしいから、うん、え、何が。いや、城のその防御力の高さ、うん、防御力の高さすごかった、うん、その海外から来た宣教師とかがさ、うん、日本の要塞は絶対落とせねえって言ってるからね。え、あ、海外からの評価も高いんだ。高い、まあ高いというか、うん、恐れられてたっていうか。へ、そうだよ、四六時中戦してんだからさ。やっぱレベルがちょっと異常だったみたいよ。あ、そうなんだ、うん、世界的に見てもすごいな、こんだけ防御に考えられてたんだ。ここは落ちてんだけどね、何回も。そう、お城の話すると結局そうなっちゃうんだよね。じゃあそろそろ、はい、あの資料館の方に。資料館あるんですか。資料館ありますよ。おお。そこでいろいろね、ここの発掘調査の、はい、あの結果といいますか、はいはいはい、成果があの資料館に詰まってるということなんで、おお、ちょっと行っていろいろお話聞いてみましょう。はい、行きましょう。はい。
いやー、歩きましたね。そうですね、うん。やっぱ広いから結構歩くね、やっぱ、ね、歩く。うん。まあでもね、うん、今日はこのね、ジーンズ履いてるんで、はい、すげえ歩きやすかったですね。あ、本当ですか。うん、これね、実は気づいた方もいるかもしれませんが、はい、我々ね、同じものを履いてるんですけど、はい、はい。今回は、あの、株式会社ブリッツワークスさんという、はい、会社の方からですね、こちらジーンズを提供いただきまして、はい、そちらをちょっとご紹介したいなという動画になっておりますよ。うん、そうなんですよ。実は案件だったんですね。はい、そうなんです。はい、もちろんね、同じものね、皆さんも知ってもらいたいんですけど、うん、こちらのジーンズの皆さんも知ってもらいたいというところで、はい、特徴があるんですよね。はい、うん、だこちらのジーンズはですね、はい、こう涼しいんですよ。これ涼しいんだ、はい、うん、でバイク用の、はい、おほらジーンズなんですよね。そうなんです。これバイクで乗るときに、はい、あの効果を発揮するジーンズなんです、はい、そうなんですよ。よく見るとね、こう通気口みたいなのがあったりとかして、はい、風を通してくれるので蒸れないんですよ。蒸れないのね、はい、あと膝にも、ね、こうプロテクターみたいなのが入ってて、うん、これも安心ですよね。そう、でも見た目全然そんな変じゃないでしょ。むしろかっこいいでしょ。本当ですよ。私も武士道もね、うん、結構原付バイクだけどバイク乗るんですよね、はいはい、馬にね乗ってるんですよ。、うん、そこバイクに乗ってるじゃダメなんですか。うん、馬に乗ってるんですけど。ああ、そうですか、はい、まあ、私は馬で、皆さんバイクでね。はいはい、はい、まあ、私なんかねバイクなんだけど、うん、やっぱ夏場とかって結構普通のズボン履いてると蒸れちゃったり、そうなんですよ、汗かいたりするじゃないですか、うん、でこれがねかなり涼しいんですよ、うん、涼しくてよくて、なんかデザインもいいから、はい、あのお店にね入っても全然、うん、恥ずかしくない、はい、それ専用のズボンとか買っちゃうと結構デザインがね、うん、あのちょっと機能性に特化しすぎてるところがあるんだけど、全然普通にこうジャケット着てもさ、そうよ、いけちゃう。普段履きができるっていうのはね、めちゃめちゃいいですね、うん、いや、ここめっちゃいいんです、はい、うん、だから皆さんもね、こうお城とか見に来るときに、はい、こうジーンズでバイクで来てさ、はい、いいんじゃないですか。馬で来てもいいですけど、うん、はい、まあ馬でもいいですし、小田城周辺本当にツーリング向いてるから、いや本当、ね、これ履いてバイクで来るっていいですね、はい、はい、でこちらのオージンズは、はい、二輪館さん、うん、30店舗で発売中ということで、なるほど、なんと女性用もあるということで。あ、女性用もあるんですか。いいですね。ありがたい、うん、女性のライダーとか大好きですよ私。、うん、女性のライダーも好きだし女性も好きなんでしょ、うん、いや、また一緒に、ね、デートツーリングとかもいいですよ。いや、そうです、女のペアルックで履いて、はい、あの一緒に来て回るっていうのも楽しいですよね、はい、うん、いいと思います。でこちらが、はい、これローリー青野さん、はい、のアイテムということで、はい、これがすごいんですよね。すごい、あのね、うん、発売した瞬間に速攻で売り切れちゃうらしいんですよ。あっという間に、あっという間、はい、当然これ本当に、ね、ハードルを上げるわけでもなく、うん、こちらも発売して速攻で売り切れだったらしいです、うん、なんと、はい、でも今はこう買える状態に、うん、はい、あのなんとかこう持ってっていただいてるんで、はい、こう買おうと思えば、はい、あの概要欄にリンカーさんにね、はい、行けばリンカーさんに行けばいいし、はい、EC サイトに行ってもいいし、はい、ぜひ購入していただきたい。ぜひ皆さん、はい、ジーンズで一緒にお城巡りいかがでしょうか。なんで急に無言になってる。締めかなと思って。邪魔しないように、はい、じゃあ資料館の方行きましょうか。はい、はい、あた。はい、ではここから資料館、うん、はい、広瀬さんにいろいろお話を聞きたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。いっぱいすごいなんかパネルとかもあってすごいですよ、ね、じゃあそこ、はい、行きましょう、はい、もう壁にこうバーってあるんですね、はい、概要がすげえ綺麗だ。改めて見ると地図でこう見るとね、後ろにでっかい山があるんだっていうのが分かりますね、うん、やっぱこのお出汁がこの山の上とかじゃなくて、はい、この下にこうやっぱお城を作ったのには、はい、なんか理由があるんですかね。小田城ってもともと鎌倉時代の館から発展してきてるんですね、うん、ですから当初はやはり平地の交通の便利とか工作がしやすい場所に拠点を構えたっていう形だと思いますね、うん、それがやがてその戦乱の中で城としての役割を持ってくるっていう。そうですね。あ、なるほど。ただ山には登らなかったっていうところだと思います、はい、南北朝時代ぐらいから結構山に城を作っていくイメージですけど、はい、うん、ここにこだわり続けたっていうのは。そうですね、うん、その一族の血脈がここにありますよね。はい、意外だったのが藤原氏なんですね。そうですね、ご先祖様が今あの光る君へで平安時代やってますけど、はい、まさにこの道金が出てるんですよ。ここに道金がいますね。そう。道長のお兄ちゃんですよね、うん、道金の子孫が関東にやってきた。そうですね、うん、宇都宮市の中の八田智家が初代。はい、友家は名字がもともと八田じゃないですか。はい、最初じゃあ拠点はまた別の場所だったってことですか。そうですね、はっきりとは分かってないんですけれども、うん、今有力なのはあの茨城県の筑西市に八田というところがありまして、うん、はい、
そこではないかというふうに言われています。頼朝の御家人になってからここに根付いて織田になっていったっていうことですね、はい、そうですね。宇治原いた、ああ本当だ、すごいね。やっぱ大河ドラマと か、うん、こうなんか知ってる名前が出てくると、うん、お楽しみやすいですね。思いが数え15代目、15代、うん、すごい続いてる。こちらがあの初代の八田智家ですね、はい、八田智家が一応初代ということになっておりまして、もともとこの辺りって日立平氏という勢力が強かったんですが、それを駆逐してこの八田智家が、まあ、頼朝と関係が深かったこともあって、うん、勢力をこちらに持ってきたという形になりますね、うん、鎌倉の13人に選ばれてるわけですもんね。そうですね、こちらの日立平氏も勢力がそがれて、はい、近い八田智家がどんどん日立に勢力を保ってくるっていう形ですよね、うんうん。どうですか、こんなしっかり年表とかさ、うん、作っていただいて、八田智家さん的にはこうなんか感想みたいなのありますか、ね、俺は俺だ別にあの誰かは聞いてない作ってもらった感想を聞いてたんで次がでこちらが4代の織田時友ですね、はい、でなぜここで取り上げてるかって言いますと、もともと初代は八田だったんですよね、はい、で4代になると織田っていうのが吾妻鏡に確実に出てくるんですね、うんうん、ですので少なくともこの4代以降は織田を名乗ってるんですが、うん、ただその間は何と名乗ったかはっきりとは分からないんですよね。あ、そうなんですか。で次が、はい、でここは7代の織田春久ですね、はい、この春久さんの時にちょうど北畠近房が織田城に来まして、それを迎えて北朝側と戦うと、うんうんうん、その中心だったのがこの春久という人物です。で北畠近房さんはここで神農小陶器を書いたということで織田城が一つ有名になっているものになりますね、うん、あ次の8代、はい、この8代の高友の時には高氏側として北朝方としてかなり戦功を上げまして、うん、この時にかなり勢力をまた拡大するんですよね。でまたこの人あの武将としては優れてるだけじゃなくて、うん、結構文化的にも優れた人物でして、うん、自分で歌を詠んだり、あとは禅宗のお坊さんといろいろ信仰があったりして、うん、そういった優れた武将だったと言われてます、はい、文武両道だったんですね、はい、そうですね。あそこに歌が、はい、これがそうですか、はい、月見ても慰む人やさらしなの里にも耐えて秋をへぬらむ、どういう意味ですかこれはですね、こちらに書いてあるんですね。お、うん、本当だ、はいはい、月を眺めても、はい、心が和やかに静まる人は信州さらしなの里であっても秋を過ごすのであろう、はい、ほうこれを見てもちょっとなんかよくわからない。いやでもあれじゃない、その、うん、なんか信州さらしなの里であってもみたいなこと言ってから、うんうん、自分の本拠地離れちゃっても、うん、心を眺めて穏やかな人は平常心保てるぞみたいな、はいはい、あなるほど。この人も一回離れてるんですか、織田を。あ、そうですね、あの基本的には織田なんですけれども、もちろん京都に行ったりとかって、はいはい、一応軍人でいろいろ従って戦ってますね、うん、あっち行ったりこっち行ったり。そうですね、そう確か南北朝時代 の、 その武士たちのなんか移動、うん、距離を研究してる研究者の方がいて、うん、それが結構すごかったよ。めっちゃ動きまくってるのみんな。あ、そうですね、そうなんだ、動きが激しいんだ。激しい激しいあ、だからなんかそういうもしかしたら心情で歌ったのかもしれないですよ、うん、あすごいですね、考えられますねここまで、うん。でもこれ面白いですね、意味がこの下にあるんだこうやって。あ、男女の中の歌とかも歌ってる。ちょっとこれは見せられないですねそんなことはないです。いや恥ずかしい自分の、まあ、でもどうなんですかね、当時の人からしたら別にこう選ばれちゃってるからみんなに見てもらいたいみたいなことなんですかね。そうですね、一応もう歌集に載ってるってことは皆さんいろいろ読んでいただくような形になると思いますんで、こういうのね歌だから、うん、でももしかしたらその人好きな人だけに見せたかったのに、うん、広まっちゃったっていう可能性も、ね、あるかもしれない出来が良すぎてそれここまで残っちゃったって、うん、あ近づいてきた。織田正治は、うん、宇治原のお父さんですね。そうですね、宇治原のお父さんでして、うん、やっぱりあの南北朝時代から結構織田氏浮き沈みがあるんですけれども、うん、この14代正治の時に一気に勢力を拡大していくんですね、うん、結構もう南の方は利根川のぐらいまで行きますし、うん、北は筑波山の裏側まで影響力を及ぼしてたという形になりますね。でちょうど多分この頃に本丸の東池もおそらく作って文化的な活動を楽しんでたんじゃないかと、でここのが、はい、あの東池から出土したものでして、すご東池からは結構あの高級品がたくさん出てきたんですね。
ですからおそらくはこれお出汁が使ってたものを佐竹が来た時に全部そこ、まあ、火災なんかで、はい、あの焼けちゃったりしたので、あの捨てて埋めたんじゃないかなというふうに考えているところですね。すごい、ベトナム産って書いてあるから輸入品ってことですもんね。そうですね、当時の中国だけじゃなくて、ベトナムの方からも来てるっていう形ですね。へえ、すごい。あ、この川越合戦ってあの有名な、はい、あ、そうです。北条氏康の、はい、あの川越野戦って言われてるやつですね、はい。あそこにも参加してたんですね。そうですね。正春自体は行かないで、はい、代理のものを、菅野家っていうものを行かせてたんですけれども。はい、容体を行かせて。はい、そうですね。そして、きついに行きましたね。はい。そうですね、これが15代、はい、一応最後ということにはなるんですが、うん、織田氏治さんですね。この時に結構あの北条氏とか上杉氏から攻められて負けては逃げるんですけれども、うん、またそれを取り返すということで、うん、日立の不死鳥とも別名呼ばれている人物ですね。何度も城を取り返したという。でちょっとこれね、ちょっと撮影 NG になっちゃってますけど、うん、この肖像画、はい、これ猫いるんですよ、猫。あ、本当だ、猫がいる。そう。だから私、戦国武将の肖像画で一番好きなんですよ。猫がいるから。あ、これぜひ現地に来たら見られるんで、ね。いや、そうそう。猫好き、もしかしたら猫好きのね、大名だったのかもしれない。確かにそうか。その可能性ありますね。あの、あれで回してもいいですか。あ、そうですね。回していただきますと、宇治春が。はい。おの戦いの状況が見れるという形になりますね。戦いが、はいはいはい。結城とかもいますよね。結城秀康が入る前の元々の結城ですよね。実はその結城に落とされてるんですね。ああ、最初敵は結城なんだ。はい、あ、北条に援軍を呼ばれて。そうですね。結城単体だと同じぐらいなんですが、北条の援軍が来たのでやられちゃったっていう形ですね。あ、でも8月には取り戻した、はい、すぐ取り戻す、早いですね。あ、そうか、だから援軍なしでは維持できないって書いてあるから、結局攻めるときは援軍来てくれるけど、あれ戦い終わったら帰っちゃうじゃん、だから、あ、いけるっつって取り返せるっていう、あの信長の野望でよくある光景です一緒ですね一緒、援軍帰っちゃうと守れないもんね。そう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 、結城氏はもうずっと敵なんですね。北条氏側にあの織田氏が寝返ったときは味方になるんですけれども、長尾景虎がやってきて小田原城包囲にも参加してるんですね。そうですね。そうなんだな。でもこれも結局謙信帰っちゃったらさ、ダメなんですよね。いや、そっか。あれ、佐竹が小田城に入っちゃうんですか、これ。佐竹に取られちゃったりしてるんですよね。ああ、はい。ただまたすぐに取り返すんですけれども。はい、すごいね。なかなか佐竹氏も守りきれないんですね。そうですね。やっぱ守るのが難しい城なんでしょうね。さっきも見たけど。やっぱ行きやすいじゃん。どうしても行きやすい。あ、でもこの町人とか百姓の助けを借りてっていうので、はい、結構町民から慕われてたみたいな話聞いたことありますけど。あ、そうですね。やっぱ地元に昔からいる殿様だから愛されてたんじゃないですか。あ、来た来たよ、ついに謙信が来ましたよ。織田城に攻め寄せる、はい、戦わず取り壊し条件に降伏解除。あ、戦ってないんです。戦いはしなかったんですね、この時は。そうですね、9年の時は、永禄7年の時は戦って負けるんですけども、はい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 、9年の時はもう解除ですね。あ、そうなんですね、はい。もうちょっとさすがにかなわないと思ってたんですね。そうですね。薄い城を攻めたけど落城させることができずに関東で権威を失ってしまう。謙信の爪が甘いというかね、ここぞのところでやっぱ結果出せてないんだよな、強いんだけど。あ、そうだ、ね、そう、まあ、でもそれだけやっぱ坂東武士がね強かったっていうのはあると思いますけどね。佐竹義重が、あの鬼義重って言われてるさ、はい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 、毛虫みたいな兜かぶってる人ですよ、攻撃されて、うん、でも応戦して撃退はしてるんですね。そうですね、うん、A62 年の時はなんとか守りきるんですね、はい、その後に今度は山を越えて逆に仕掛けるんですよ、はいはいはい、それで負けちゃうんですよね。あ、はい、もったいない攻めに出たらダメなんですよ。そうです、守りはなんとか守りきれたんですけども、はい、これですね、はい、逆に仕掛けて負けるという形ですね。この時山を越えて八里の方で負けて、うん、結局もう織田城に帰ってこれなくて土浦城に入ると。戻れなかったんだ。そうですね、その後はもう土浦の辺りをこううろちょろしてるっていう形ですね、うん、でそうこうしてるうちに秀吉が来ちゃう。そうですね、わで最後取り返そうと思って努力するんですが結局は取り返せずに、うん、で逆に佐竹の方を攻めてしまったので、はい、反秀吉がっていう あれになってしまうので領主としてのチームを失ってしまうっていう。ああ、そうですね。まあでも最後のチャンスですもんね、あの秀吉が攻めてきたタイミングが。で、あ、結城氏にお世話になるんですね。そうですね。越前まで行っちゃうんだ。最後は越前で亡くなってるっていう。あ、だから福井越前、はい、福井藩、越前藩で最後、うん、
これが最後ですね。あでもこんだけ攻められるってことは小田城ってなんか重要なんですか、それとも道が通り道にあるお城とかそういうことなんですか。一応この日立の南部では一番の拠点でしたので、うん、やっぱり重要なお城だったと思います、ね、拠点だったんですね、うんうん、でも71歳ってすごい長生きですね。そうですね、うん、結局は大往生を遂げたっていう形だと思いますね、うん、これは模型、復元の模型。そうですね、復元模型でして、うん、やっぱり現地ではなかなか建物とか、うん、あとは障子彫りですね、はい、これ表示できないので一応こちらの方で見ていただこうということで作ってます、うん、これ意外でした、障子彫りだったんだっていうそうですね、あの山中城っていうところが、うん、障子彫りがすごい有名で、はいはい、私も一回行ってるんですけど、うん、そこ以外でもやっぱりこう関東のお城だから、なんか北条のものっていうイメージがあったんですけど、はい、小田市もこういう障子彫りを、ね、結構障子彫りはあちこちで多発的に出てきますので、うん、たくさん使ったのが北条氏というだけですね、うん、あ一応この障子彫りだと何がいいんですか。全部彫り上げるよりかこう壺壺に彫った方が労力も少なくなると思いますし、はい、これが水が溜まってヘドロなんかが溜まってると、うん下が見えないんですよね、はい、そうすると落とし穴みたいな防御にも向いてたんじゃないかなと思います、うん、いやでもこれ筑波山の方ですか、はい、あっちに陣を張ったらもうこれ全部こうやって見えてたってことですもんね。そうですね、あこれだとやっぱちょっと攻めやすいですよね、うん、だってずっと上でこうやってじゃあこういう風に行くかみたいなみんなで作戦立てれるから、うん、どこに武器を、ね、隠してるとかさ、うん、どこに何を運んでるとか見えるからそっかでもそれでもこのお城になんかこだわった小田市のやっぱこういう庭とかさ、うんうん、そういうやっぱ文化面でやっぱ自分たちは、ねはい、山の中じゃなくて、うん、この館で生活するぜっていうなんか気概みたいなものを感じます。あそうですね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。いやこちらね、はい、金木さん、はい回転寿司金木さんですよ、はいこれねうん、小田城の近くで、はい、皆さんもぜひね、はい、小田城に来た後は、はい、金木さんで寿司、はい、最高じゃないですか。いや最高よ、うん、このちょっとさうろうろして疲れた中にさお腹も空いてきたからねかなり天気も良くなってきてね、うん、これがもうこれがもうこれこれ気になっちゃってるこれがもう気になっちゃってるこれダメそうですねまだダメですね。これまだね、はい、今度まだ行きたいところあるんで。ちなみにもう注文したんですか。はい注文したんで。おしました来たマグロ、うん、うまそうマグロマグロですね。トロと赤身とビントロかな、うん、すげえお三冠盛り。それでは、はい、いただきたいと思います。いただいちゃいますか。マグロ尽くし。あれいやー美味しそう。美味しそうだね。これどれから行ったらいいんですか。やっぱトロでしょ。いいのトロから行っちゃって。やっぱトロでしょ。最初は最初トロなの何の遠慮なんですか。いやいや寿司ってなんかちょっとさ、うん、こう、うん、なんだろう、あそっか薄めの味から行くみたいなのが通みたいなのあるじゃないですか。そうかそういうの知らなかったわ。あそうだよ、うん、そうそうやっぱ味付けは薄いものから食べていくっていうのが通なんですけど、はい、なるほど。まあでも私はわんぱくなんで。じゃあ何なんだよトロから行っちゃいます。何なんすか結局トロから行くんですか。じゃあ私もわんぱく出しちゃおうかな。うわー美味しそう。うわじゃあいただきたいと思います。いただきます、ねうん、すごいですよ。いただきます。はい、うん、うまっ。 あ待ってちょっと、うん、あもうあっという間にいなくなっちゃう、うんうん、あっという間にいなくなっちゃう。あっという間にいなくなっちゃった、うん、あの小田城を退去していく小田氏春のように、うん、一瞬でいなくなりました、うん、あもっと、うん、もう何回も来てほしいですね。あ本当ですか。何回も来てほしいえ何よなんかうまいのかうまくないのかよくわかんない下りやめてもらっていいですか。あうまいかうまくないかって言ったら、うん、これはうますぎて、うん、小田馬春ですいただきました小田馬春ね、はい、まあ、うますぎてなんだっけ、うますぎ謙信ですか。いやいやいや、うますぎ謙信は敵だから。あ、はい、今回敵だもんね。そう、今回も敵なんで、うんはい、もう小田馬春が出ちゃいました。小田馬春、はい、いいプロモーションになったんでしょうか。いや最高ですね、はい、ぜひ皆さんも小田城寄った後に、はいはい、お寿司食べに来てください。
いや、来ましたね。お、すごい景色が。さあ登ってきましたけど、ケーブルカーに乗って。うわ、すごいこれ。うわ。すげえ。絶景じゃないですか。うわ、これ見てくださいこれ。この田園風景が。すごいですね。うん。いや、天気良くてよかったな。本当だね。ああ。もう天下人の風景ですよ、これは。天下人の気持ち分かりました。分かる。もしかしたら頼朝だってね、うん、こっからこの田園風景を見たかもしれませんから。ああ、そっか。頼朝が来たかもしれない場所か。そう。ああ。生きているんだ。それでいいんだっていう、そんな感じがしますね。それ、玉置浩二さんの田園じゃないですか、それ。君はどこへも行かない。そうだった。すげえいい景色だね、本当にこれ。うわぁ。はい、というわけで、筑波山神社、はい、来たんですけど、はい。ケーブルカー登ってきまして。そう、ケーブルカーまでが結構険しかったね。うん、そうね、階段ありますんで、皆さんはちょっと気合い入れてきてほしいんですけど、うん。でもこれは頑張ってくる甲斐がありますね。いや、あるよ、この景色。この景色はね。で、さらにここ登ってったら、社殿があるってことかな、うん。そういうことですね。登らなきゃいけないの。いや、嫌なの。いやいや、ケーブルカーが運んでくれるわけじゃないんだ、そこまでは。はい。まあやっぱり、でも、その昔の、うん、それこそ鎌倉時代にね、はい、あの、頼朝とかこう来たって言われてますから、はいはいはい、その時はケーブルカーなんかなかったわけだから。そりゃそうか。もっと険しかったんでしょ？うん。ちょっと信じられないですね。そこを徒歩で登ってきたわけだ。ああ、うん。じゃあちょっと行きますか、上に。上行く。いや、行くしかないでしょ、ここまで来て。まあそりゃそうだね、うん。行きましょう。もっといい景色の場所があるかもしれない。そうよ。うん、女体さんね、こっちが。そう、うん、女体と男体であるんだね、うん、男女で、うん、なんかちょっとエッチですね。エッチじゃない。エッチじゃない。全然エッチじゃない。あ、そうか、はい、あ、そうすか。初じゃないですか、その感想言った人。うん、でもこう夫婦茶屋って書いてあるから、はいはいはい、こうやっぱその神話的なことなのかな、うん、男と女の。そうなんですよね。これなんか噂程度ですよ、うん、噂程度のレベルだけど、うん、これ古事記でこの子供を作る作業あるじゃないですか。ああ、一番最初のね。そう、うん。それがされたのが、ここじゃないかって言われるぐらい。イザナミとイザナギ？はい。あ、それでやっぱ、じゃあちょっとエッチじゃないですか、ね。エッチじゃない？あと歴史解説者でしょ。もっと歴史語ってくださいよ。はい。うん、日頃の運動不足が出てます。ちょっとこれ足元怖いですね。つまずきそう。ごつごつしてるからね。休憩はできなさそうですね。今日は時間切れですね。なんとこの石霊石縁結びパワースポット、この石の上に石霊という鳥がの泊まり、うん、イザナギの命と、うん、イザナミの命の二神に夫婦の道を教えたという言い伝えがある、うん、おお、じゃあさっき言ってたの合ってたんだ。そうだね、うん、教えてくれるんだ石霊が。そうだね、夫婦の道。じゃあ一人で来ちゃダメじゃね。二人で来て結ばれるみたいなことじゃないのこれ。そういうことです。ああ、縁があるじゃなくて縁結びなんで。結びね、はい、いや夫婦でぜひ来てほしいですね。そうですね、はいはい、あ、でもなんか赤いの見えるの。あ、まだこの先に、うん、まだこの先に道があるようです。うわっ、ちょっと待って、めっちゃでかいロック。うわ、ほんと、なんだこれ。ガマ石、筑波山名物ガマの油。ガマ工場を考案した永井氷介が、うん、この石の前で工場の文句を考えたと言われており、おお、この不思議な形の石は実は江戸時代にはおたつ石と言われ、その尾は、霞ヶ浦に達する金運出世パワースポット。ちょ、怖い、なんか落ちてきそうだよこれ。すごいねこの角度。怖い怖い、めっちゃ落ちてきそう。横から見たらやばいよこれ。いや、でも袴じゃなくてジーンズでよかったわ。あ、そうそうだね。これは、いや、このジーンズ動きやすいよ。あ、はあ、見えてきた。お、見えてきましたね。来た、来た。おー。やっぱこの瞬間だよね。そう。上がるのは。山頂だ。やった。見えてきた、見えてきた。ついに。
山頂やったやったやりましたありがたやありがたやどうでした武士道登ってみてしんどいやっぱ再生箱にね、はい、入れますよとうとう来ましたねこの時が来ました財銭箱に100円玉投げたら釣り銭でできる人生がいる。さあ長渕も出たところで、ね、行きましょうか。ありがとうございます。はい。ちょっと疲れてる長渕出ました。じゃあ行きます。はい。いやー気持ちいい最高ですこの暑い中ね、はい、登ってて姫さんもでまだあるじゃん上もう行くしかないでしょここまで来たらあ行くか行きましょうすごい絶景がありそううんうわすごいですねえ危な俺はちょっとあそこは行けないですね怖いよね怖い武士道あそこ写真スポットらしいですよいや無理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 絶対無理ここが本物の頂上っぽいですよやめ絶対無理いや危ないってなんだよあのロープあんなあんなの何の役にも立たないってもし落ちたらしかも皆さんほら行くからさ岩もツルツルになってるよねいやそうよ逆にねカップルで来たら、うん、俺はねドキドキしてさ吊り橋効果的な方で、うんはいはいはい、よりお互いの中がね、はい深まると思いますけど、はいはい、一人なんで私行く必要がないというかあれでも体がいってるちょっと待てよああうわあすごいすごいけどちょっと立つの無理立つのは無理ですでもめっちゃ綺麗怖いって無理だって無理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 俺もう絶対無理だこれあ、本当うん行っていいですか労災降りないからね労災降りないのちょっと待って怖えちょっとめっちゃ怖いこれ阿部さんこれではいちょっと視聴者にはい皆さん武士道が見れなかった景色はこれですどうぞいや俺も無理だ金玉がもう今ヒュンってなってる玉がヒュンってなってるから皆さんこれ絶対生で見に来てくださいしかもカップルで来ると縁結びのパワースポットらしいんで絶対夫婦でもしくはカップルで来てみてくださいいやー乱世だね乱世ですか乱世だったよもう乱世だったいや乱世以外であそこ登る人いないでしょいやいやそんなことないわ有名観光地だからいやいや一番上まで登るのは結構なかなかですよあれまあそうね、うん、でもがゆえに絶景みたいなところあったでしょいや本当にあれはもう登った人にしか見られないし、うん、多分ねご利益もすごいんじゃないですかそうだね、うん、確かにどうでしたか登ってみて感想景色も見てみましたけど、うん初めてでしょ当然ここ来るのはね初めて、うん、いやこんな綺麗な田園風景があるとは思わなかったんで、はい、確かに本当ね生きているんだなってそれでいいんだなって思いましたね玉置浩二さんの田園でしょそれ、うん、田園風景を見ただけだから、はい、あいや素晴らしい景色でしたけど、うんまあ、そんなね、まあ、登山は疲れますけど、はい、こう降りてきたところにですねこうね趣のあるお茶屋さんがあるんですね、うん、これ今ね飲んで、うん、飲ませてもらってますけど、はい、こう美味しいですよこれ何ですかこれこれはね、新京亭さんが作ってる、うん、この唐辛子梅茶っていうのにああなおかつ美代子の七味っていうこのここ美代子の七味が多分一番名物なんだけど美代子さんって誰美代子さんがもうお店のもうトップですよトップお店のトップの美代子さんがおかみさんってことそういうことですおが作ったこの七味を入れることで、はい、めちゃくちゃ美味しい汁物が出来上がるということですあいやこれ本当美味しいですすごいでしょ、うんしかもこの山頂の方が寒いから、うん、この降りてきた時ぐらいにこう暖かいのちょっと欲しいじゃないですか、うん、そうだねそのタイミングで山頂だって息白くなってたからねそうなんですよ結構気温違ったもんね、うん、
でそのタイミングでこちらの梅茶、はい、もちろんお家帰ってね、うん、飲んでもいいし、この七味を入れるとより美味しくなりますよという商品もございますので、はい、ぜひこちら帰りにね、うん、帰り道にありますんで、新京亭さんが、はい、買っていくのいいんじゃないかなと思います。はい、いや美味しかったです。うん、てか七味が有名なお土産屋さんなんですね。うん、いろいろある。はい、そうなんです。もう妙高の七味っていうのがもうこれもブランド化してますよね。あ、そうなんですか。うん、もう超有名です。私ね、辛いの大好きですから、はい、ちょっとね、七味ね、ご飯とか食べたいと思いますけども。そうなんです。しかも種類があって、うん、こちらが、お酒一番スタンダードな、はい、基本となるみよこの七味で、うん、こちらは膨れみかんの入った七味っていうね、はい、ちょっといろいろ。みかん、みかんが入ってんだ。はい。もうフレーバーっていう表現があってもわかんないけど。みかんのフレーバーがね。はい。ちょっと味がね、違う、変わったものもあって、まあいろんなの買って、お土産で買っていくのいいんじゃないですか。うん、いや、いいですね。うん、やっぱこういうね、登山に来たらね、うん、神様にお祈りして、はい、で帰りにはね、はい、お土産を買って、はい、しっかりねお金を落としていくっていうのも大事ですから。そうですね。そうです、そうです。昔から守ってくれてるね、人たちがいるわけだから、はい、いや大事にしていきたいですね。そうですね、はい、はい、はい、お土産をねもちろん買ってっていただきたいんですけど、うん、今日一日歩いて回ってる最中、はい、改めてになりますけど、こちらのデニム履いて、うん、登山もして、登山もね、小田城跡も回って、うん、いろいろ回ってきましたけど、はい、どうですか？いや、めちゃめちゃね、動きやすい、うん、本当に。そうだよね。うん、軽いからね、うん、全然その、疲れがね、やっぱ違います。うん、あ、本当？うん、今日良かったですよ、本当にこれ、そうだよね。うん、だからこれバイクの時に涼しいですよってのが売りではあるんだけど、うん、別にバイク乗んない人もいいからね。いや、そう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 。ね、生地がすごい柔らかくて、うん、もう本当めっちゃ動きやすいし、そうそう、夏場とか登山涼しいし、ね、いや登山もう登山に逆におすすめじゃない。だってこれね、うん、膝にもこれ入ってますから。確かにこうパッドがね、パッドがあるから、うん、万が一今日こけそうだったじゃん何回もそうなのよ、岩とかね、木の階段だからちょっとね、そうそうそう、足元不安定なの、うん、万が一こけても膝守ってくれるから、うん、はいはいはい、これ登山グッズとして売り出してもいいんじゃないかと。登山グッズって言っちゃってもいいぐらいの、ね、いいぐらいの、はい、本当にね動きやすいし、うん、ストレッチ性もね抜群なんで、そうっすよ。ぜひね、お城巡り、史跡巡りをね、うん、趣味にされてる方は、はい、そう、こちらのね、ジーンズの方も、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。議員館30店舗で売ってますから、はい、この私服でも行けるからね、うん、観光でわざわざ着替えなくてもいいからね、うん、そのまま履いてっちゃえばいいんじゃないですか、ね、はい、非常に便利でございます、うん、はい、ありがとうございます、はいはい、では今日一日回ってきましたけど、はい、どうでしたか。いや素晴らしいですね、このね、うん、坂東武士たちがね、はい、その息遣いがね、うん、もう肌で感じました。そうですね、うん、やっぱりね、俺は俺で、俺は俺で最後に八田智也さん、ありがとうございます。じゃあ最後皆さんに一言言って終わりにしましょうか。小田城、最高の城だ。俺は俺だ。皆さんもぜひ来てみてください。ありがとうございました。